という階段の下りでは、ストックは10センチ長くします。で、下から通して握る。で、グリップをできるだけ下につきます。長くすれば3段ぐらい下まで行けます。で、少し広めについて、それから1段ずつ降りて、3段降りられます。で、また下について、から3段分だけ降りられます。で、3段ぐらい下につけば、3段分降りられますね。そーっと降りますよ。また3段下について、つま先からそーっと降ります。で、また3段下について、つま先から降ります。同じようにまた3段下について、そーっと降ります。つま先から降ります。はい。つま先から降ります。OK です。上りもやっちゃいましょう。